眠いなら眠ればいい。結局は自分で決めてくんだ。悲しいなら泣けばいい。嬉しいなら笑えばいい。ごまかして隠すことないんだ。今何をすべきかって悩んだりもするけどさ、ほらアワーのお時間です。1月25日、俺今日給料日、イエーイ。今日も張り切って参りましょう。お相手は私、大久保太です。よろしくお願いします。イエイエーイ。給料日なんかおごって目合わさないでおこう。さあ、ひとしさん、はい、1週間また来ましたね。来ましたね。お楽しみの時間でございます。そうでございますよ。1月もですよ、この週で私たちの放送はね、うん、はい、1月最終週の放送になります。そうですね。来週の放送はもう2月に入って入っちゃうんだよな、うん、そうですよね。あ、そう、来週がもう2月に入るのか、ちょうど2月1日になるのか。乗り遅れてないかみんな、大丈夫かい。ね、乗り遅れて、俺が乗り遅れてないから俺ちょっと空回り気味なんだけど、ね、そうそうそうさあ、でもね、今日もほら朝寒くて昼暑くて、はい、夜またちょっと冷えてると、うんうん、なので僕見てわかる、今日ワイシャツの上にね、あのダウンのベストをつけてるんですよ、うんうん、これね、俺結構ね自分のイメージでは、はい、あ、まあいいんじゃないと思ってたけど、うん、決まってますよ。画面見てみるとね、かなり怪しい。あれ、そうですか。本当大丈夫。なんかこの本当にベストみたいな感じの雰囲気に見えますよ。すげえ熱いよ、これ。この画面で見るとあったかくなるわけさ。あったかくなる。お昼現場行ったんだけど、はい、5分で脱いだね。あ、そうですか。そうそうそう、もう汗だくになるからさ。そうなので、でも夜はねまたね必要なので、はい、皆さん体調管理気をつけて、また来週お会いしましょう。おい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 、ちょっと待てーと、こんなもんでいいのかなーってさあ今日はね、はい、あのスタートから、あ、ビール忘れた、一杯引っ掛けて、はい、お届けしようということで。そうですよね、こんだけ寒いとね、うん、ちょっとお酒飲みながらやったら気持ちいいんじゃない、ね、みたいなね。そうそうそう、今日ね用意したお酒は、はい、後ほど紹介しますが、はい、ウイスキー、ウイスキーを、はい、マッカランというお酒と、うん、電気ブラン、うんうん、そう、これすごいね、またちょっとすごいの持ってきました、ね、レアだね、うん、これはねまたちょっと今日飲みながら、うん、ちょっと紹介しながらね、はいはい、1時間お届けしたいと思います本当に寒いじゃないですか。寒い寒い、沖縄だと最近何日でしたっけ、ムーチーを作る、昨日じゃなかった、昨日でした、うん、でこれなんかこれを作る時期なんかムーチービーサーって言うじゃん。そう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 、戻りのね寒さが来る。本当にこれ僕毎年思う、毎年当たるよな、ちゃんと当たる、はいはいはい、本当にムーチー作る日は本当に寒いっていう、寒いんだよ、思うから、なんかすごい昔の人ってすごいなって思いますよね。そう、あのまたさ三人の葉っぱで作るでしょ、月桃の花、はい、葉っぱでさ、うんうん、あの匂いが独特のいい香りするじゃないですか、はい、うん、去年やっぱりあちこち現場歩くとさ、うん、この家の中から三人の蒸されたやっぱ匂い、あ、はい、昨日作った餅が置いてあるんだなっていう匂いがね強烈なんだけど、うん、すげえ心地いいよねあれね。大吾さん食べました、まだ食べてない、まだ食べてない、もらったからさ、後ほど食べようと思ってるんですけど、うん、僕ももう、まあ、3つぐらい食べましたけど、あれ食べる人結構食べますよね。あれなんか年の数食べなさいみたいな話聞いたもんだから、このいや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 って言ったわけ。あれ節分の豆とかどなんか、ね、なんかね混同してない、そうそう、誰か間違ってないかなってさ、年の数ったら俺と正規今年40個食うかみたいな4日分ぐらいだよね、うん、そう、だからあれどうなのかな、真相分かる人はまたメールください、ね、メールください、はいはい、では、この番組では皆様からのメールメッセージこんな感じでお待ちしておりますよ、はい、FM コザのメールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで、お待ちしております。また FM コザのホームページからはツイキャス、ユーストリームで動画配信で番組をお送りしております。そちらの方からでも番組楽しんでメッセージをお待ちしております。というところで、うん、はい、早速来ております、はい、メッセージを見たいと思います、めぐみかんさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、空回ってる大吾さんも好きよ、ありがとう、俺やっぱ空回ってるんだな指摘されましたねまあね、
めぐみかさんが言うんだったら間違いないよな、うん、いや今日はねぶっちぎって飛ばしていきたいなと思っておりますので、はい、ちょっと人しゃべってて俺ビール取ってくる。え、はい、わかりました。ちょっとじゃあここで、さあ何をしゃべろうかな。そうそう、僕ねあのお酒を飲みながらしゃべるっていうのはね、まあ、もちろんこの番組で初めてなんですけども、関さん、あの前にあのうちの兄貴智弘がなんかそういうことをしてるよってなんかカミングアウトがありましたね、たびたび。俺今日緊張してるからお酒の飲んできましたっていうこのカミングアウトね。よく飲んでたよ、智弘は。あれ今僕ちょっと今日本番前にちょっと一杯いただきました。僕もこれね思った以上に怖いです。落ち着くというよりは今ちょっと怖いです。なんか自分がどうなるかっていうのがね、そこら辺ちょっと気をつけながらこの時間に行きたいなと。そう、大吾さんはね、大吾さん持ってきたの何でしたっけ。サントリー、うん、オールフリー、うん、デージ強い。これあ強い、クラクラしてるもん、クラクラしてる。、ね、ちなみに歌い文句ではなんかいろいろゼロというのが書いてますけど、そうあのね、じゃあ紹介しましょうね、うん、サントリーオールフリー、エリスグリの麦芽を天然水で仕込み、麦の旨味と澄み切った後味を実現、うん、軽快な喉越しをお楽しみください。アルコールゼロパー、ゼロパーカロリーゼロ、糖質ゼロ、プリン体ゼロ。あ、素晴らしい、健康的。はいはいはい。でもね、こうなん雰囲気で俺ね酔っ払うタイプなので。あ、でもこれはね、ありましたよ、このノンアルコールビールっていうのは。あるよな、やっぱ飲んだ気分になる、ね、なれるっていうのは。これいいあれだよね、昔さ多分スタートがねバービカンっていう、うん、ビールじゃなかったかな。バービカン、バービカン、これ初耳です僕。バービカン知らない、うん、多分ねちょっと調べてみて、あのノンアルコールビールのね多分一番スタートじゃないかな。お、20何年前に多分出たと思うんだけど、うんうん、これがねちょっと画期的だったんだけど、うん、全然美味しくなかった。あービールにやっぱほど遠かったわけさ。はいはい、だけど、ね、今のは全然分からんね。そうですね、どんどん味の質が分からん、本当に美味しくなってるからさ、うんうん、でもこれでもねゲップ食べる。こっそりノンアルコールビールを飲まして、そうで飲んだら俺酔っ払ってきたよさとか言うやつはちょっと待てと。そう俺だいたい俺、それ騙されちゃうんですよね。そうでもね、完成度やっぱ高いのでね、こうあの酒飲めない人間でもね、なんか最近は飲み会の席にはね行ける、うん、こう楽しくなってきた。おビールの味は好きなんだけどさ、うん、アルコールがダメなので、うん、今日はねだからウイスキーにまつわる話もいろいろとこう酒好きが今日集まるじゃないですか、いろいろ掘り下げて、ね、やっていきたいなと。そうだよね、思いますよね。皆さんでは、はいはい、今日も1時間楽しんでいきましょう。大吾の友博アワー、この番組は防音工事のことならお任せください、インストロ沖縄の提供と、中部の下町憩いのバーフォレストチェアと、ライブハウスジグザグの3社の提供でお届けします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございますね。今日もね通りがけの人が、ナミさん髪伸びたね。あ、ナミさんですか、うん、お、髪伸びた、髪切ったっていうのはなんか分かりますけど、ね、この1週間で髪伸びました。髪伸びた、なんか、うん、ちょっと疲れてる感じが出た。さあ次の番組はナミさんなので、うんうん、さあでは、はいはいはい、1時間いきますけども、大吾さん今週どうでしたでしょうか。いろいろありましてね、そうですね、土曜日に、はい、あの PTA のですよ、あ、はいはい、新年会、はい、あの僕うるま市なのでね、うんうん、うるま市のシピレンっていうね、この要は各学校の会長副会長校長先生、うんうんうん、教育委員長みたいなのが集まるところに、はい、俺ね騙し討ちで呼ばれたんですよ、うんうん、で行きました、はい、始まる前に荒垣さん来年会長できるねって、おできません、無理無理無理で、じゃあ副会長は、いやいや出席できないからちょっとやっぱりもっとしっかりしたい人にお願いします、うんうん、出席しなくていいんだよって、嘘言うなよと思いながらもこの会ね、はい、あの新年会を行ってきたんですけど、うんうん、一応ねちょっと まだ僕ではちょっと副会長の座も無理だってことで、うんうん、今お断りはしてるので、やっぱりねもうちょっと遊んでからね、うん、大人になってからそういう仕事役職に就きたいなと思ってますので、うん、でもねこの PTA っていうのは、まあ、主にこの学校でね、あのお子さんがいる方はもうね、うんうんうん、小学校とか通い始めると、はいはいね、そういう話になるじゃないですか。そう、ね、4月入学した、ね、新学期始まったってなったら、この保護者も懇談会して今年の役員誰がしますとかね、そうこまたみんな探り合いじゃないですか、うんうん、なかなかやりたいっていう人がいないのでね、率先してねやってほしい。沖縄市ってねやっぱすごくてさ、うん、あのこの FM 小座でもやってるじゃないですか、あ、なんだった、うん、あとあの小座の右側の
あの宮島さんとか、はい、裏側だよって突っ込んで、うん、あそっちだったか宮島さんとかねやっぱ上手にこううまいやっぱりまとめ方がすごいなって思ってさ、うん、IUPTA のねあれもうるま市にもね導入したいなっていうのはずっとあってですよ、うん、うるま市で番組を持ったらどうかってことでね、はいはい、提案しようと思ってて、うん、そこのパーソナリティはまあ僕ねさせてもらえたらなって、ね、ひとしも一緒にやろうね、あ僕もうるま市の、はい、これが計画に乗ったらねだからそういうね1週間こう野望をね抱いた1週間でございました、うんうん、ひとしさんどうでした？僕はですね、今週は新年会が1件ありましたよ、うん、はい、今言ったねおさんが言った同じ日ですよ、うんうん、あの20日の土曜日に、うん、まあ、よくいつも行ってるバーフォレストチェアの方で立ち上げてるフットサルチームのそこの、まあ、新年会がありまして、うんうん、そっちに行ったんですけどもね楽しかったですね新年会、まあ新年会というよりはまあ飲み会ができたという、ね、酒飲みたいだけどな、そうですねそういうふうにまあ新年会でもう本当にもう楽しんで1次会2次会と、まあ、僕だけじゃなくもちろんみんなも盛り上がってね、楽しんで最後は次の日もうドロドロだよ、うん、もう次の日夕方までダウンみたいなあんなにか行きました。まあでも本当に楽しい、新年会でしたね。そんな感じなことがあった1週間でしたよ。うーん、さあさあめぐみかんさんからメッセージ来ております。はい、あ、うるま市の PTA の新年会も土曜日だったんですね。そう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 、沖縄市もそうでしたよ。そう、めぐみかんさんね確かね来賓で呼ばれて沖縄市行かれたと思うんですね。来賓ってなんかすごいですね。そうそうそう、なんか偉い感じだな、うんうん、なんか偉いこと言わないといけないんですかね。どうなんだろうね。でもこう FM コザ結構協力的でさ、いろんなところに、はい、なんていうんですか、ね、PTA やってるので、うんうん、やっぱりこう関係が深い、ねぶね、深く関係を築いてるなと思うので、うんうん、そうめぐみかんさんに、ね、出席されたっていうのはね、お昼の、ね、番組で聞きましたよ、うんうん、でこういう風にしてどんどん盛り上がってやっていってるんですね、はい、うん、さあさあでは、うん、今日はもう、ゲストもね、はい、来てくれているんですけども、ではどうしましょうか。コーナー行きましょうか。行きましょう。はい、では、まず、本のコーナーに行きたいと思います。はい、私ひとしの本の紹介のコーナーです。今まで読んだ本、気になった本を皆様にもご紹介する本のコーナーでございますが、今日持ってきたのを、はですね、タイトルからいきます。村上春樹さんでノルウェーの森、有名な作品だね。はい、そうです。もう聞いてる方、すでに読んだ方はもう知ってるよと、ね、言うまでもないみたいな、名作ではございますけども、これね僕読んだのは2010年頃にこれ映画化されたんですよ、うんうん、でその映画化をきっかけに映画を見る前に原作読もう、せっかくこんだけの話題のものっていう舞台文句でなってたので、本当に大学あれは3年か4年ぐらいでしたかね、うん、その時に読んで、まあ、大好きな、本なんですけども、まずこのタイトルですよ、ノルウェーの森ってどういう意味なのかなっていうところから、案外知らない人も読んでない人は分かんないんじゃないかなと思って、うん、まあ、ノルウェーってあの北欧のノルウェーがあるじゃないですか、はい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 、ノルウェーが舞台なのかなって思ったら実は違うんですよ。違うの？違います違います、ノルウェー出てきません。マジか、はい、な、じゃあ何、何何やだよな、じゃあ何なんですよ。で、実はですね、うん、ノルウェーの森というのはザ・ビートルズの曲の曲名なんですよ。ノルウェーの森、はい、ノルウェーの森という曲がビートルズであるんですよ。で、まあ、小説の中で、まず主人公がもう30代後半ぐらいになって、うん、ある時ドイツに向かう飛行機に乗ってる時にこの機内のこのミュージックで、はいはいはい、ビートルズのノルウェーの森が流れてきたって言って、この曲を聴くとあの頃を思い出すみたいな感じで始まるんですよ。でだから、まあ、昔このある登場人物がこのギターで弾き語りでノルウェーの森を弾いてた、うん、まあ、そういえばあの人ノルウェーの森の曲好きだったなっていうところから話を思い出していく、でその回想録みたいな感じであの物語をやっていくんですよ。ノルウェーの森、いいね、はい、いいね、ちょっと話しててちょっと調べてみよう、うんうん、そう、それで、まあ、そういう曲を聴いて思い出しながら思い出すのは、うん、この主人公が当時大学生の頃で、時代設定としては1969年、まあこの村上春樹さんもそうですけど、が実際に
その年に、大学生だったんですけども、多分まあそこに合わせて時代設定をつけたんですけども、であの頃に、まあ、当時好きだった、人とで、まあ、その周囲の自分の周囲の人たちのこの愛情というか恋愛感っていうのをなんか表現している作品なんですけども、なんか登場人物、まあ、割と少ないんですけども、うん、登場人物それぞれにちょっと心の闇があって、あ、はるきさん好きよね、うん、そういうのね、うんうん、でやっぱり登場人物がどんどん登場してくると、うん、あ、やっぱりこの人もなんかこういう少し心の闇を持ってる、でこの主人公が好きな相手女性、直子っていうんですけども、主人公は僕っていうことで、で好きなのが好きな子が直子なんですけども、直子も、この心に少し病を持ってて、で大学入った時ぐらいに、まあ、出会うんですけども、 ある時期からちょっと姿をくらましてしまって、うん、で聞いたら少しこの施設というかそういうところに入りながらやってるっていう風な、少し心の闇を病を、うん、ちょっと持ってて、でその彼女とどういう風に接するかっていうこの接し方とか、やっぱすごい繊細、そういう方ってすごい繊細じゃないですか、なんか自分の言葉一言ですごい落ち込んだりとか、うん、だからそういう風なその彼女の気持ちの浮き沈みも少し表現しながらやっていて、それでもなんか彼女を愛したいっていうような 気持ちが表現された本 で登場人物は他にも、登場してきまして、また別で大学時代に知り合ったみどりっていう女の子、少し天真爛漫な感じでこの主人公にアプローチをかけてくるんですけど、この子はこの子でなんか家庭の方でなんかいろいろ思うところがあったりとか、でまあ大学の先輩がいて、で大学の先輩、長澤さんっていう先輩には、すごい綺麗な彼女初美さんという方がいるんだけども、すごい長澤さんは初美さんのこのこと表面的でしか愛せてないとか、はいはいはい、でその中ではこの初美さんがこのバックで流れてるの悩んでる、ノルウェーの森だよね、はい、今、はい、バックで流してるのがノルウェーの森なんですけども、うん、ありがとうございます、うん、そういったなんか本当にいろんな人の登場人物の恋愛感っていうのを、うんうん、見れるいい本なんですけども、うんうん、やっぱそれぞれに悩みがあって、それを表現してるので、読んでると正直ちょっと暗いんですよ、落ちてくるよな、うんうん、で僕はこの小説で好きな登場人物が冒頭に出てくる、うん、この主人公と同じ寮の部屋に住んでる通称突撃隊っていう子なんですけどいいねいいね、名前がついてないな、この子はなんか全然こう恋愛とかそういう恋愛感とかなくて、まあ、名前通りだな、そうそうそう、突撃隊だからね、でなんか周りからなんか少し揶揄されてるみたいな感じのキャラクターの子なんですけども、逆にこの子がすごい癒し系に思えてくるっていう、わかる、フラットな人が一人いるとね、そういうふうになんかいろんな登場人物、ね、好きになれる人物とか、あ、この人ちょっと重いわって思ったりとか、そういうふうに見れる感じで、とっても面白かったです。でその後に、うん、読んだ後に原作の後に映画が見たんですよ。でもそれを、まあうんうん、まあもちろん映画見た感想はそれぞれ賛否両論それぞれあると思うんですけども、うんうんうん、僕はやっぱりもったいなかった 本だった、はい、あ、やっぱこれを、まあ、2時間ちょっとのこの映画っていう時間の区切りの中で表現する、うんうん、全部はもちろん紹介できないっていう風になってくると、やっぱ物足りなさというか、はいはいはい、うん、あ、なるほどな、そうだよね、映画って時間が尺が決まってるからね、ある程度ね、うん、そうか、またこの表紙もねシンプルでいいよね、はい、上巻が赤の表紙、上巻が真っ赤な表紙で、うんうん、で下巻は深緑というか、クリスマスカラーだよねこれね、そうですね、うん、でこれもね、まあ、今日少しお酒も持ってきて、うんうん、でそれに合わせて持ってきたんですけど、うん、これ僕大学時代にこう読みながらウイスキー飲んで、かっこええな、なんかね大学生ながらに、ね、なんかそういうのが変に酔うというか、なんか大学生の中二病みたいな、なんか太宰治見てるかっこいいなみたいな、なるほどなるほど、でもいいね、ノルウェーの森、今内容を少しねさらっと聞いたけど、うんうん、どっちかというと現代に近いこう悩み方の、そうですね、やっぱ、ね、うん、現代でもねそういういろいろ悩みを持ちながら、そうだよな、ね、それぞれ恋愛してるっていうものもあるんで、そうだね、うん、ぜひちょっと読んでほしいですね、うんうん、ちょっと気分が落ちてしまうのを覚悟しながら、あ、そうだ、ね、読んでいただければ、そうだな、まあ、でもそこまでなんかズーンって下がるわけではないので、うん、そうだよね、いろいろね悩んでる方いたらね、このバカらしい大悟&智弘青をね、そうですね、聞いてね、
あまた1週間頑張ろうかとこいつら何やってこいつらがこんだけできるんだから大丈夫だろうみたいなねみたいな思っていただければありがとうございます何の話や。いいね、ノルウェーの森、はい、これはもう全部読んだ、読みました、はい、ぜひお貸ししますんで、はい、実はほら先週空飛ぶタイヤのお話したでしょ、はい、うん、で放送でね空飛ぶタイヤよかったよって話したら、うん、ちょっとぜひ貸してくれってリスナーさんからメールいただいて、いいですね、おでちょっとお貸ししてるんですよ、嬉しい話、読み終わったらひとし持ってこようね、はい、すいませんね、いえいえ待ってます。どうしよう、ちょっと一曲、はい、さらっと言っていい、はい、じゃあお願いします。空飛ぶ鳥の鳴き声は小さく家路を急ぐ足取りは重くにわかに心をよぎる雨雲を明日また一人の風に吹かれるいくつもの君に恋をしていくつもの君を憎んで伝えたい気持ちもままならず日は暮れてまた一つ恋が終わる計画を。二人よね。二人。大吾が一番マイク使うから。あ、そう。そうだね。一人はおしゃべりされない方だから。あ、そう。じゃあ、置いときましょうね。よろしくお願いします。お願いします。大吾&ともひろアワー、今日も9時までお届けしますよ、よろしくお願いします、はい、さあゲストのコーナーでございます。いやいや、今日はね、はい、ウイスキーについていろいろ語っていただこうということで、はい、フォレストチュアの常連のお客様でございます、はい、キャンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてヒガさんよろしくいらっしゃいませ。よろしくお願いしますいやー、お二人ともね、はいはい、久々の登場でございますけども、そうですね、ご無沙汰しておりますね、うんうん、ご無沙汰してますそうそうね、前にも来ていただいた時にもね、うん、キャンさんもね、ギターを今日も、うん、持ってきていただ、いただいて、うんうんうん、音楽と一緒に、ね、楽しもうということで、はい、やっております。日賀さんはこの前フォレストチェアのスタッフさんと一緒に、あ、
そうですね、スタッフと一緒にさりげなく出演してました。そう、その時にもね、こんな感じのちょっと優しい声、声がね、あったかいよね、優しい声だったから、今日はちょっと比嘉さんの話もいろいろ聞きたいなっていうことでね。比嘉さんむっつりスケベじゃないですね。オープンなスケベです。そう、言いたいことあるんですけどちょっと言えないです。キャンさんちょっと危険な匂いがしますからね。さあ今日はね、2人をお招きして、はい、お酒を飲みながらお届けしようということで、はい、実はこの今ねスタジオの中でね、ちょっとウイスキーを2本並べて、はい、見ながらねやってるんですけど、うん、控室というかね前室でですよ、はい、もうあのちょっと味先にしてみようか、はい、解説する前にねと、うん、いうことでね、あの先ほど30分ぐらい前か、はい、蓋開けて飲んでたんですけどね、はい、今ボトル見たら半分になってるんですよ。あれこぼれたのかな。僕らが今トークして20分ぐらい経ちましたけど、そうもう結構やってんなこの人たちと思ってる。いつもの感じじゃないですか、ね、そうですさあだからですよ、今日はねこのお酒ウイスキーについてと音楽についてちょっと絡めてね、うん、いろいろトークしていきましょう、はい、いいですね。さあ、今日はですね、まあ、お酒を飲みながらね、キャンさんも比嘉さんも、うん、よく、僕もバーで一緒にお会いしてお話しするので、うん、これはもうちょっとぜひ、ね、音楽だけじゃなくてお酒の話もしようじゃないかという話をこの前ちょっとしましたよね、キャンさんね。しましたね、しましたね、覚えてますよ。そうじゃあもうせっかくだったらもうお酒もその時ちょっと今日入れながら、ね、やっていこうということで、もう向こうに来た時もう僕もそうですけど、うん、キャンさんも比嘉さんもウイスキーが好きなので、今日、まあ、何を準備しようかなって悩んだんですけど、ウイスキーを、うん、ちょっと1本買って、来ました。あ、いいチョイスですよ、はい。今日持ってきたのはですね、マッカラン、マッカラン、うん、の、ダブルカスク、カスク、ダブルカスク、はい、ダブルカスクという種類の、まあ、12年、おお、いいお酒の部類だよね、多分ね、うん、いい部類ですよ。そう、これをね、どういう風にね聞いてる方々にお伝えしようかな、紹介しようかなって思うんですが、うん、そこへの知識は多分僕よりも詳しい、お二人の方が詳しいんじゃないかなと思うんですよ。味ですか。まあ味、うん、美味しいですよ。これ酔っ払ってるな。他のウイスキーと比べてどうですか、違いというか大きな違いがあれば。僕からでいいですか。はい、はい、お願いします。そうですね、大きな違いというか、うん、ジャンル的には、まあ、スコッチという、はい、スコットランド、はい、あ、スコットランド、はい、まあ、イギリスの中ですね、うん、イギリス4つの国の中のスコットランドっていうところが、もうスコッチウイスキー世界で、5大ウイスキーの1つ、はい、産地の1つ、はい、っていうところの中でも、さらに、ちょっと前、今もそうなのかな、うん、シングルモルトのロールスロイスという代名詞もあったり、ね、この手作りにこだわり、はい、シングルモルトのロールスロイ ス,、うん、ロールスロイス、さあすごいですね。それぐらいなんかすごい、お、うん、決して悪い安いお酒ではなく、かなりいいですよ。その中でもスタンダードじゃなくて、またダブルカスクっていう、うん、まあ、カスクっていうのは樽っていうやつ、あで、またちょっとスタンダードなものとは違うな、うん、二段仕込みみたいな意味ですか。はい、まあ、乱暴に言っちゃったそんな感じですかね。なるほど、最初のトライとしてはそれで、もそこまで理解してもらえればもうバッチリですね。すごいですね。あ、じゃあ本当に なんていうんですかね、ウイスキーがこう1から10までランクがあるとしたら、もう10に近いぐらいのいいところのやつではあるんですね。そうですね。お、味はどうですか。美味しいです。味、あ、でも本当にこのなんていうんですかね、香りも高いですし、上品な、なるほどなるほど、うん、中でも個性が、そう、この美味しいというのは、まあ、美味しいでももちろんくくれるんですよ、本当にね、まあ、僕らももちろん分かるんですけども、はいはいはい、まあ、ウイスキーなかなか飲み慣れない方はね、まあ、そこの、まあ、種類、大きな種類もあって、まず産地で味が全然違うっていう場合と、だから、今日持ってきたのは、スコッチウイスキー、うん、で先ほど5大ウイスキーっていう話もありましたよね、うんうんうん、そこら辺の紹介もちょっとしていきたいんですけども、5大ウイスキーといえばスコッチ、スコッチ、次に、まあ、挙げるとしたらアメリカンウイスキー、あ、アメリカンウイスキ ー, ウスキー、うん、おと、あとはジャパニーズ、ジャパニーズ、もちろん日本で作られている、そうです、基本産地なので、うんうん、あ、もうもう、うん、あったりとか、今3つ上がった、何がありましたか。あとカナディアン、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 あとアイリッシュですね、アイリッシュ、アイルランド、アイルランド、
この5つが大体5台。そうですね、5台産地と言われてますね、うん、なるほどですね。まず本当にもうざっくり言って、この5つであの味のなんか雰囲気というか、はいはいはい、そういったものはまず区別がつけきれそう、うん、つけきれるとは思うんですけど、結構飲むのが好きな方はね、このウイスキーなかなか飲めない方もいるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、飲めないですね、うんうん、で最初、まあはい、飲んでみたいっていう方で紹介する場合もあるんですけど、うんうん、じゃあこれ飲んでみてくださいって言ったら、やっぱ一口目でこの味を受け入れられるか、そもそもウイスキーというものの味、うん、入り口って大事ですね、うん、本当に。ああ、そうですよね、うん、これで苦手って思っちゃうともう多分一生飲まないはずなんで。そうですね、うんうん、あ、じゃあ最初はやっぱいいお酒を少し、うん、教えてあげた方がいいんですね、うん、そうですね。ああ、ギターも、ね、そうだよね、あの弦高が高いバリバリのギター弾くと、うん、ギターって難しいってなるけど、うんうんうん、やっぱ弾きやすいギター弾くと、うん、お楽しいって変わってきますからね、うんうん、入り口大事ですね、うん、大事ですね。ああ、僕もね、あの入り口はね、風俗のあ、ま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 あ、やめてみましょうね、はい、いいんじゃないですか、その話もっとそうそうだ、入り口は大事だったなと思ってね、うん、1回しかないからね、大事にしてでもう1本ね、今日お酒を用意してもらって、ちょっと今びっくりしたんですけど、電気ブランって書いてあるお酒です、はい、これはですね、うん、ウイスキーとはちょっと違ってですね、ほうほうほう、うん、まあ、お酒の、まあ、言い方、ラベルに書いてあるリキュールと書いてるんですよ。あ、そうなんだ、うん、まあ、すみません、僕もちょっと今リキュールがどういう風に使われてるお酒かって説明はできないんですけど、うん、難しいです、うん、でもまあウイスキーとはちょっとまあ違った形で、うん、でもこの電気ブランという名前は最近知名度が上がってきてますね、うんうん、上がってきてますね。これはまあ日本で、はい、作られてるお 酒なんですけども、東京の、うん、浅草、はい、浅草にあります、はい、なんて名前ですか、神谷バー、神谷バー、神谷バー、神谷、神谷バーというお 店です、の方が作り始めた、そこで作っている、うん、もともとなんかカクテルの走りみたいな話じゃなく、もう確かそういう説もあったような記憶が、うんうん、あ、そこの名物、そうですね、確か名物になって、そうそう、実はね、あの神谷バー僕何回か行ったことあって、あ、そうなんですか、浅草にあるんですね、本当にあの浅草の、雷門の近くの、はい、あのなんていうかな、道沿いにある飲み屋なんですよ、うん、でお店入って食券を買うんですね、うん、で食券を買って、うん、あのお豆腐だとかウインナーだとかさ、おつまみを自分でチョイスして、うん、で電気プランがね、確かあのショットグラスみたいなので一杯350円とか400円ぐらいで、うん、当時ね20年ぐらい前ですけどね、僕が行ったのは。でそこであの仕事帰りの作業着のおじさんたちがあの一杯引っ掛けて帰る、でその中にはちょっといい格好したねサラリーマンのスーツのおじさんたちも混じって、うん、結構大きかったよ、 7,80 人は入るんじゃないかなっていう1階のホールにですね、うん、そういうお店だったんですよ、うん、でカウンターがあって樽があってね、でそこから多分入れてたと思うんですけど、あ、まあね、あの、あ、かっこいいなと思って、電気ブランって名前をずっと覚えてたんですよ、うん、まさか瓶詰めされて売られてるとは思わなくてですよ、結構これが最近知名度上がってきて、で、まあ、味の方なんですけども、はい、きついですね電気が走りますね、あのちょっと初めて飲んだ時ちょっとビリビリ、そう本当にもう本当に名前の通りですよ、電気ブラン、ガツンと強い感じで、まあ、これをね今日ちょっと半分半分お遊びで持ってきちゃいました。そうだよね、でもまだやっぱり蓋風切ってないっていうのがね、うん、怖さを物語ってるなと思ってこれはちょっと今日見学でひょっとしたら今日後半開くかもっていう感じでなるほど、じゃあマッカランに戻ってですよ、はい、マッカランこれ蓋を開けてみると、はい、中にコルクが入ってるじゃないですか、うん、これってどういう意味があるんですか、コルクの意味っていうのは、意味を、やっぱこれはこれ何ですか、空気に触れないようにとか、これは多分、もうそうだし、多分最初はまあなんていうんですか、まだスクリュー式のこの、はいはいはい、これ回すやつがスクリューキャップ、うん、ない時うん、の名残なんじゃないか、まあ、あの当然価格帯が下がったものはこう手で回して飽きる、はい、スクリューのやつだと思うんですけど、やっぱりある程度の値段以上のものは大体コルクになってますね。なるほどですね、昔ながらのものを残しながらっていうような感じなんでしょうね。でもやっぱなんか飲む方開ける方としてもこっちの方がコルクの方が そうだよね、かっこいいもんな、うん、気持ちいいですよ、うん、開け方として、ちょっと一瞬音聞かせてポンっていういい感じでなってほしいな。あかっこいい、100点だ ねこんな感じですよ、ね、真っ暗、うん、いいね、瓶もねやっぱりこうちょっと高級なんですよね、うん、金とね紺とね、やっぱちょっとなんだろ こう沖縄でもそうじゃないですか、紫が、うん、位が高い色みたいな、はい、うん、なんか品がありますよね、うんうん、さあ12年っていう12っていうのはこう12年のこと、は
12年寝かしたものってことです、はい、ウイスキーもあれですか、島酒と同じで寝かせば寝かすほど美味しくなるとか。ですです。あ、うんうん、今まで例えば何年ものを飲んだことありますという。何年もの飲んだで言ったら30年ものですかね。僕42がありますね。42、これは見たこともない。な、何の42年でした。ね、社名にはあるんですけど、はい、去年だか出張で東京行った時に、42っていうのは聞いた。ちょうど僕が帰る日付の翌々日ぐらいに、はい、販売予定みたいな書いてて、よかったら来てくださいねって言われたんですけど、はい、すいません僕沖縄に帰っちゃうんですって言ったら内緒ですよってスッと出してきてくれて、ありがとうございます。ちょっと味をさせてもらったんですか。させてもらいましたね。どんな感じですか。もう魔法でした魔法でしたね。魔法の水でした。とんでもなかったですね。こう口当たりが変わります。やっぱ島酒みたいに口当たりが変わります、ね、柔らかいにも程がある。やっぱ年数をやっぱ重ねてくると、やっぱ柔らかくなるっていう印象は、あるよね。そうですよね。それでやっぱ、ね、年数重ねるとそんだけ気性も出てくるので、あの値段 もうそうだよ、ね、途中から爆発的に上がったりとか、はいはいはい、するんですけど、でもやっぱそれぞれのお酒の個性、まあ、青森もそうですけども、まあ、ひょっとしたらねずっと長く寝かしたものよりはちょっと10年ぐらいのものが自分は好きで飲みやすいよっていう方も、そうだね、これは好みですからね、好みですね、完全に。そうです、島酒も新酒の方が美味しいっていう人がいますからね、泡波とかさ、新酒で飲んでこれが美味しいっていう方もいるし、クースね、コシを飲んで、やっぱりコシだねっていう人もいるので、人それぞれの好みではあるけど、でもやっぱりいっぱい飲んでる人に聞くっていうのはちょっと深みがありそうだよな。日賀さんは何年のお酒、何年前までのお酒って飲んだんですか。自分が飲んだの2回ぐらい飲んでるんですけど、去年飲んだのが30年ものですね、これ銘柄とか覚えてます。銘柄のバランタインっていう銘柄なんですけども、はいはいはい、それをちょっと蒸留所、去年、はい、旅行行った時に、蒸留所って言うのは、ね、国内のです、はい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 、国内の蒸留所に。ちなみにどこですか。国内、国内に行ったのはあの皆さんご存知かと思われるんですが、サントリーさんの、はいはいはい、あの山崎蒸留所です、はい、あ、なるほど。県でいうと何県ですか。県でいうと大阪府。あ、大阪になるんですね。大阪府でも多分京都よ、だいぶ京都寄りになると思います。これはバランタインっていうのは、はい、外国のお酒。元々そうです、スコットランドのお酒なんですけど、はい、で蒸留所というか、あのこの大阪はサントリーでは、サントリーさんがあの取り扱いしてるということで、はいはいはい、そこで飲めるっていうことです、はい、どうなんでしょう。やっぱりもう飲みやすいんですけども、まあ、ストレートなんで。あ、そうか、結構、はい、そうですね、まあ、量はそんなになんですけども、結構味をする的な、はい、さあひとしどんな感じ今、はいはい、ですね、今先ほどキャノさんがお話ししてた、はい、判明しました、はい、銘柄が42年もののね、ものなんですけども、お酒の名前がグレン・アラヒー。グレン・アラフィー、グレン・アラヒーというもので、メリーエンアルフィーですね。こちら、スコッチの分類で、まあ、詳しい方はスコッチの中でもスペイサイドさんの、スペイサイドっていう地方の、スペイサイドウイスキーと、いうふうになっていますね。あ、これはこのお酒自体も今名前も初めて聞きましたね。あ、やっぱり結構あるんですね、銘柄っていうのは、ありますね。そうですね、ありますし、これやっぱり42っていうの、僕42歳なので、この生まれ年みたいなものっていうのも、酒好きは結構こだわりますよね。探すというか、チャンスがあれば。ただもう40超えたら無理だろうと思ってたところでの出会いだったんで、こちらね、ちょっといやー、わかる。ホームページでの紹介ちょっと読んでいいですか、はいはい、オフィシャルボトルが発売されていないこともあり、ほとんど市場には出回っておりませんと。とてもレアで現在では見つけることが困難ですと。へえ、すごいの飲んだんですね。こんなのサービスしてもらったんだ、ありがとうございます。JR 蒲田駅近くのバーフクロウさんでございます。忘れません、ありがとうございます。すごいですね。ちなみに普通に飲んだらですよ、このマッカランだとグラス一杯いくらぐらいするんですか、マッカラン12年。フォレストで言うとがいいのかな。そうですね、フォレストで言うと800円、これでもダブルカスクなんで、もう
ちょこっと、ちょこっと、ね、ただフォレストはちょっと安すぎますからね、はい、少し他のバーと比べると少し安めですよね。まあ、あの、まあね、うん、高くはないですね。高くはね、高くは、うん、でもあんまり安いって言っちゃうと値段上げられちゃうかもしれない。あんまり、あ、そうか、はい、お店側から来てるんじゃなくてお店に通ってるお客さんとして来てますからね、はい、今日ね。高い、高いです、高い。半分ほぼで飲んで、はい。俺が怒られるわこれ。そうかそうか、そうですよね。僕らほら消費者は安くて美味しければ一番いいですからね。うん、まあ、お店としてもね、安くお客さんに美味しいのを提供したいっていうのはあるけどね、原価との勝負ですからね。うん、いやでもやっぱり800円1000円とかする、うん、グラス一杯ですよね、はい、さっきの42年ものは多分すごいことになりますよね。3000円とか2000円とか、もう多分お店の人がつけようと思った値段で売れるはずですね。あ、なるほどね。いや面白いな。そのさっきあのキャンさん42歳で42年前のもの、はい、うん、僕もね、あのギターを例えば40歳なので今年、うん、40年前のギター、自分とは同じ生まれ年のやつを探してるんですよ、うんうん、なかなかね出会えないですね、うん、やっぱ40年経つと状態悪くなって、まあ僕も状態悪いんですけどね、同じそこも合わせてでもやっぱりこう自分の生まれ年っていうのはなんか一つのあれになりますよね、探したい分、あ、そうそうそう、探したいありますね。ひとしはまだほらウイスキー飲み始めてっていうか今30になるでしょ今年、はい、でどう、まだウイスキーの経験値としてはキャンさん比嘉さんよりは全然浅い、まだまだ浅いです。勉強中でございます。奥が深い、奥が深いですね。ウイスキーの魅力って一言で言うとひとしにとっては何？ウイスキーですか、魅力、うん、魅力、うーん、これあのみんなに行きますのでちょっと今考えててください。大丈夫ですよ、すぐ出ますよ。あの飲み始めたのは、うん、あの、まあ、まだ全然若い頃、はいはい、20入ったぐらいの時に飲み始めたんですけど、うん、やっぱ大人への憧れっていう気持ちがあって飲み始めて、やっぱウイスキーね、他のお酒より僕の中では大人の飲み物、大人のお酒、どっちかというと敷居が高い飲み物だったんだ、うんうん、最初は、うん、っていうなんか気持ちでまあ飲み始めて、うんうん、やっぱなんか今でもまあ他の人もそういう風になんかイメージを持ってくれているらしくて、うんうん、なんか飲んでると大人だねみたいな感じで言われて、なんかそういうなんか気持ちをなんか感じれるというか、あ、いいね、うん、特別なあれなんだね、うん、少しお酒ですね、うん、キャンさんはどうですか？そうですね、やっぱり味もそうですけど、うん、こうやってウイスキーについての話も尽きることはないですし、でいろんな飲み方、うん、ストレートで飲んでもいいし、水割りハイボールお湯割りでもいいし、うん、この辺の万能っぷりが好きですね、うん、あ、そうです、いろんな飲み方ができますね、うん、皆さんどうです、ウイスキー。実は本格的に 飲み出したのがあのフォレストチェアで。あ、そうなんですね、実は、いい出会いですね、一発目の、ね、飲み出したきっかけも、うん、それこそキャンさんにいろいろ教えてもらって、あ、それからハマって現在に至ります。へえ、はい、どうですか、いろんなのをやっぱ味をちょっと試しながら飲むタイプですか、それとも一つに。そうですね、最初どれを飲んでいいか分からないので、はいはい、あのフォレストチェアの小橋川さんに、はいはい、オーナーさんに、ね、はいはい、にどれをいいかっていうのを勧めてもらって、だん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 ちょっとディープな感じになっていったっていうのが、はい、ウイスキーハマった感じです、はい、いいね、なんか、はい、酒好きと音楽好き、うん、同じような口調でこう喋るから、うん、あ、魅力やっぱ聞きたいですね、うん、でちょっとね話も尽きないですが、一本 CM 入れましょうね、はいはい、じゃあそれでは CM、 うん、CM 明けで、はい、歌っていただきましょうかですね、歌いいかなとか思っちゃったけど、ぜひ曲も、あ、そっか、あれキャンさんあれだったんですね、生まれ年だったんですね、うん、そうなんですよ、すごいですね、かなりいい経験させてもらいましたね、でも本当にまたそれに合わせて出会うって、しかもあれ確かそう限定ものなんですけど、期間も限定でしたよね、出してるのも、ああ、のそれ、うん、そのタイミングで、しかも出張で行った東京だったんで、うんうん、へえ、袋さん袋教えてもらいました、駅から結構近いです、蒲田駅です、ね、蒲田品川近くですよね、うん、確か品川はちょっと遠いかな、まあ、でも多いですか、この JR 寄りの方でしたね、蒲田、でもそういうお酒仕入れるってことは結構有名なバーなんですよね、きっと多分そうです、ね、結構あの自前でビールも醸造して作ってるような気合い入ってるところで、ほう、うん、面白い、
何だったかな、ボジョレーを樽買いして、樽買いそこに白州かなんか入れて、自家熟成させた、っていうのもメニューに載ってたんですけど、これありますか、ないんですよっていう、ちょうど切れましたみたいな、ただすごい品揃えでしたよ。そっか、生まれ年か、まあ、生まれ年のやつあるんですよ実は手元に。あ、素晴らしい。ブランデーが残してあるんですよ、いつかもらったんですよ誕生日で、あの多分フォレストチェアにあると思うんですけど、なんで自宅にないんですか。あれです、同じやつが、あのやヤスの誕生日のやつと俺、ああなるほど、って感じです、ね、あそういうことですね。はい、行きます。乾杯。どうもお届けしております。台湾の富弘はもう後半戦終盤でございますね。さあ、今日はね、あのお酒を飲みながらやっておりますけども、やっぱりここにはお酒好きと音楽好きが集まっておりますので、ぜひ曲もね、一曲ね、ソキャンさんにね歌っていただこうと思って、はい、今日ギターをね持ってきていただきました。ありがとうございます。いいんですか、歌っても。お願いします。では曲名の方から紹介お願いします。みんな大好き斉藤和義の、はい、歩いてじゃない、何これ、ずっと好きだった、はい、ちょっと待ってこれ2ページだから、酔っ払ってるわけじゃないんですよ。でもいい感じですよね、酔っ払っているわけじゃない。いいですか。フォレストチェア常連のねキャンさん、いつもねギターで忘年会でも歌っていただきましたが、さあ歌っていただきましょう。斉藤和義でずっと好きだった。この街を歩けば蘇る16世教科書の爆撃はギターの上と君の顔、俺たちのマドンナ、いたずらで困らせた懐かしいその声、この気持ち話したりない気持ちは求められない、今夜みんな帰ったらもう一杯どう、二人だけで街を離れて幸せは教えてよ、やっぱりやあの日のキスの意味、この気持ちずっと好きだったんだぜ、相変わらず綺麗だな、ほんと好きだったんだぜ、ずっと好きだったんだぜ。
よ。うん、歌っていただきました。斉藤和義の、はい、ずっと好きだった。いいね。いいですね。やっぱこのお酒もね入るとなんか気持ちが盛り上がる。テンション上がっちゃいますね。これね、僕もね今日はオールフリーでお付き合いさせていただいてるんですけど、はい、やっぱいいね、こうお酒の席って好きなんですよ、すごい。はい、なんか少しこういつもよりこう殻が破れるというかさ。うん、お酒の魅力ってそういうところもありますよね。ありますね。殻を破りすぎないようには気をつけますけど。身が出てくる気があるからね。どこまで破るんじゃっていう。いや、いいね。今日はやっぱり寒かったね。はい、終わったら、ラジオ終わったら、うん、やっぱりフォレストチェアに集合。まあ、第2陣はあるかもしれないですね。そうでしょうね。うん、そこまで言われたら行くかな。ちょっとなんか俺が言ったみたいになってる。そう、僕はね、実はごめんなさい、バンドの、ね、練習がありまして、はい、今日ちょっと参加できないんですけど、うん、そうそう、大吾さん今バンドでね、そうなんですよ、うん、2月9日のね、ジグザグの私ライブと、はい、あとは2月の、17日、はい、これはギドマンの方でね、はい、これはバンドスタイルでお届けしますので、うん、またね、詳細が出ましたら、詳細いつ出るんだいって話なんだけど、はい、またご報告したいなと思っております、うん、さあ今日はですよ、はい、フォレストチェアからキャンさん、常連のキャンさんと比嘉さんをお招きして、はい、ウイスキーの魅力について語っております。さあさあ、なんかどうでしょうか、今もう終盤ですけども、なんかもうちょっと話したい、まあ、話は尽きないですよね、絶対ね、尽きないですね、うん、実際ウイスキーの話もそうですけど、ちょっとフットサル部の話もしようと思ったんですけど、あ、はい、いいかな今日は。ちょっとちょっとちょっとだけ行きましょうか。はい、そう、フットサル部、まあ、僕もね、フットサル、フォレストチェアの方でやってる、フットサルチームに参加してるんですけども、実はもうその立ち上げ発起人がもうキャンさんで、うん、で、今もういつから始まりましたっけ、4月で1年になるのかな。4月で1年になります。そうですね、4月で1年です。そこら辺のちょっと、じゃあこれからの活動予定なども少し決まっている部分があればお願いします。これからの活動なんですけど、1、2月はキャンプ、キャンプ、キャンプ で、ね、場所がございません。沖縄はもうプロスポーツのキャンプで忙しいです。そうか、そうだね、そういう時期に入ってきたね、はい、桜祭りとキャンプがちょうど大体いい時期にね、もう実際サッカーチームはもうキャンプインしてるんで、はいはいはい、もう全く取れなくて、だから来月2月はちょっと公園で運動会をやろうかっていう冗談が割と本当になりつつあるのかな、うん、ちょっとね、フットサルができなければ体力テストをしようじゃないかっていう、うん、企画がなんかちょっとあれだね、自衛隊っぽい感じになってきたね。こうメンタルを、僕、まあすごい面白そう、面白いね、うん、こうでも日頃運動してないメンバーが集まって、今もでもフットサルチーム何ヶ月目ですか。もう10ヶ月、10ヶ月ですね。そうですね、はい、うん、だいぶ体力ついてきますよね、うん、目に見えてみんな上手になってるし、体力もついてますね。やっぱそうですよな。いや、いいな、羨ましいな。で、終わったらフォレストチェアに飲みに行くという、うん、ああ、ダゴさんもぜひ。そう、誘ってほしい、うん、俺ね、多分ね、初日はねちょっと半分ぐらい走って、うん、でも1日フルでやったら多分相当怪我すると思うので。そうですよね、します。ちょっとね、余力を残しつつ楽しみながらやりたいと思ってますの です、ね、ぜひ今度誘ってください、ね、はい、はい、じゃあ今日はですよ、フォレストチェアから常連のキャンさんと比嘉さんをお招きしてね、後半お届けしました、うん、もうそろそろエンディングのお時間でございます。そうなんですよ、ひとし残り1分ちょっとでございます、はい、うん、何か伝えたいことありますか。お酒はいい。下手くそ。ただののんべいのコメントだよな、これ。そうですね、僕はこんだけ適当なこと言うのも、うん、あんまりないんじゃないかっていう。そう、いつもね、結構きっちりキャラなんですよ。そうですね、ひとしはもう、ね、僕がね、暴走するのを止めるっていう役割なんですけどね、お酒はいいって言ってましたからね。今いい顔してますもんね。さあ、フォレストチェアではですね、こう、まあ、お酒をね、こうウイスキー飲んでみたいな、どんなウイスキーが美味しいかなっていうのね、知識なくてもいいんです、遊びに来ていただければ、はい、このね、優しい常連さんがね教えてくれるんです。教えますよ。もっと言うとね、教えなくてもいいよって言ってもね、多分ね、絡んできてくれます。それが嬉しいよね、いいお店だよね。お客さん同士がつながってフットサルチームも作るような、そういうお店ですからね、はいはい、ぜひ皆さんお越しください、はい、遊びに来てください、はい、ではキャンさん、比嘉さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。1時間でした、はい、さあ
ではもう番組も終盤のお時間でございます、はい、今日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では大吾&ともひろアワー、この番組は防音工事のことならお任せください、インストール沖縄の提供と、中部の下町憩いのバーフォレストチェアと、ライブハウスジグザグ3社の提供で1時間お届けしました。今日は本当ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。リスナーの皆様も、1時間楽しんでいただけたでしょうか。さあね、またこれからも、ね、楽しい番組やっていきますよ。それでは今週は、はいはい、この辺でお別れ。来週は来週からもう2月ですね。はい、2月ですよ、はい、張り切ってまいりましょう。それじゃあ皆さんバイバーイ。バイバーイ。